皆さんこんにちは。高知区もいよいよ夏本番、学校も夏休みですね。海に山にレジャーに、夏の楽しい思い出をたくさん作りましょうね。さて、すごいコメンションでは今回も地域の話題やイベントガイドなど暮らしに役立つ情報をたっぷりお届けしてまいります。まずはじめは国・県からのお知らせです。地震環境クリーン協議会では、生徒・学校関係者・一般家庭に対してテレビやラジオなどの良好な受信環境を守るための知識の普及を図ることを目的として、毎年全国の中学生を対象とした受信環境クリーン図案コンクールを実施しています。締め切りは9月3日金曜日です。皆さんのアイデアに富んだ独創性のある作品をお待ちしています。県内の小中学生を対象にした小さな親切作文コンクールを今年も行います。テーマは私の舌、見た、受けた、できなかった小さな親切。400字詰め原稿用紙3枚以内でご応募ください。締め切りは8月31日です。皆さんの心温まる作品をお待ちしています。続いて須坂市からのお知らせです。夏の防災運動実施のお知らせです。期間は8月10日から17日までです。防災対策は一人一人が日頃から防災意識を持って犯罪を起こさない環境を作ることが大切です。出かけるときは必ず鍵をかける、車内に非常品は置かないなど防犯対策を心がけましょう。家族介護教室開催のお知らせです。認知症を早期に発見するためのポイントと症状の特徴、薬での治療法を一緒に学びませんか。日時は8月26日木曜日午後1時30分から3時までで、場所は須坂病院です。申し込みお問い合わせは須坂病院地域医療福祉連携室までどうぞ。日本では昭和56年以降、死亡原因の第一位は癌によるものです。現在しては癌検診を進めています。癌検診を申し込まれた方には保健補導員が受診券を配布、申し込みを忘れてしまった方や受けてみようと思っている方は健康づくり課までお問い合わせご相談ください。家庭の日作文ポスター募集のお知らせです。市では家族の絆を深めてもらおうと毎月第3日曜日を家庭の日と定めています。家庭の日実践体験を作文ポスターで表現してください。応募資格は市内在住の小中学生で、作文は400字詰め原稿用紙4枚以内、そしてポスターは B3 版画用紙で応募ください。詳しくは子ども課までお問い合わせください。助けてと言ってみよう。須坂市では人と人とのつながりを見直す助け合いおこしの活動を進めています。なかなか言えない助けてほしい、手を貸してほしいという言葉でも、勇気を出して言えば必ず誰かが助けてくれます。助けてもらってありがとう、そんな感謝の思いを綴ってみませんか。原稿用紙1000文字程度に、体験したこと、身近に起きたことなど未発表のものに限ります。締め切りは10月31日当日消印有効です。心温まる体験談をお待ちしています。続いて小布施町からのお知らせです。第11回小布施音楽祭開催のお知らせです。
野外音楽堂や国際ホールなどを会場に、今回は6日間と例年より多くの日程で行います。参加アーティストはご覧の通りです。今年の夏も小布施音楽祭でお楽しみください。詳しくは小布施音楽祭実行委員会までご連絡ください。プール開放のお知らせです。エンゼルランドセンターでは8月31日までプールの開放を行います。プールは夏の短い季節ならではの遊びです。参加は無料です。お子さんの年齢に合わせた遊びができますので、たくさん利用してください。詳しくはエンゼルランドセンターまでどうぞ。次に高山村からのお知らせです。毎年夏の恒例行事となっているサマーコンサートが今年も行われます。日時は8月21日土曜日午後6時30分からチャオルで行います。入場は無料です。今年は高山保育園歌の披露も行われます。詳しくはチャオルまでお問い合わせください。高山村海の家開設のお知らせです。今年も夏の楽しい思い出作りのため、高山村海の家を開設しました。開設期間は8月22日まで、新潟県上越市の谷浜海水浴場です。申し込みは教育委員会の窓口で利用券の交付を受け、当日海の家で利用券を提示してください。海水浴に行かれる際にはぜひご利用ください。サマーランドでは村内の幼保育園児小中学生に無料入場券を1人10枚ずつ交付しています。高山村にお住まいで須郷地区管内の幼保育園小中学校に通っている人は、須郷行政事務組合までご連絡ください。楽しい夏休みにぜひサマーランドを活用してください。続いては近隣市町村のイベント情報を一気にご紹介します。続いて8月の日曜当番薬局のご案内です。八幡芝宮前中島ファミリー薬局は前日営業します。須坂病院内休日緊急診療室、内科小児科午前9時から正午、午後1時から5時までの開設です。STB スコインフォメーションでは皆さんからの情報や番組への感想、メッセージなどをお待ちしています。ご覧の宛先までお寄せください。それでは失礼します。